米大学最高峰リーグで日本人が史上初の最優秀投手に選出。智弁和歌山で夏の甲子園に2度出場した武本一騎投手20は将来的なメジャー挑戦を見据えて米ハワイ大に進学している。武本は今夏に参加したサマーリーグのケークコットリーグで最優秀投手に輝いた。ケークコットリーグは米大学サマーリーグの最高峰で多くのメジャーリーガーを輩出している。武本は招待されオーリンズ・ファイアーバーズの一員として参加し9試合に登板、3勝1敗防御率 0.71 の好成績を残した。さらに25回1、3で23個の三振を記録しリーグ最優秀投手に選ばれた。ようやっとる、未来モンスターで見た気がする。ハワイ大学は野球名門ではないやろ。とはいえ確か結構名門なはず。 IB 界とは肩並べられるだろう。ハワイへの野球留学といえば元祖は元木な、小山ね。このルートは奨学金もらいながら通えるか、ちゃんと卒業して野球以外で就職するプラン B 狙えるかしないと大変だ。指名してちょうだい。ハワイ大学といえばデレク、立つのだろ。ドラフトかかるのかね。武本のコメント、いろんな人の支えがあって自分が日本にいた時に想像していたよりも遥か上の舞台でプレーすることができました。メジャーのスカウトも数多くいる中で米大学1年時に最高峰のリーグで結果を出せたのは自信になりました。武本は高校時代の最速は151キロだったが、渡米してから約1年半で球速は3キロアップの154キロに成長した。一歩ずつ成長しているみたいで一安心。佐々木麟太郎がアメリカの大学進学で注目されてましたけど、その前年ではドラフト候補でしたね。もうバッティングはやってないのかな。サマーリーグでは打席には立ってない。ただ春からのリーグではリリーフ中心ながら少ない打席で313、16打数5安打4打点。管理人のつぶやき、国内では佐々木麟太郎選手が日本のプロ野球ではなくアメリカの大学野球を選択して新時代の進路だと大々的に報道されていました。ただ1年先輩の武本選手が一足先に直接渡米という選択をしていたんですね。武本選手はバッティングもいいので二刀流も期待されたようです。私だったら大谷さんに憧れて安易に二刀流を選択したと思いますが、武本選手は投手を選択したようですね。そのような選択も非常にクレバーだと思います。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。